アシュレージョン・クーパーは、オーストラリア・メルボルン出身の男子テニス選手。1950年代後半に活躍し、1958年度のテニス4大大会で、全仏選手権を除く男子シングルス年間三冠を獲得した選手である。ダブルスでは1957年全米選手権から1958年、 全仏選手権まで、オーストラリアの同僚選手、ニール・フレイザーと組んで3連勝を成し遂げた。クーパーのテニススタイルは、強力なサーブボレーと、俊敏なネットダッシュを多用しながら、強靭な、粘り強さと安定性を備えていた。彼の、最も身近なライバルは、フレイザーとマルコム・アンダーソンであった。弟のジョン・クーパーも著名なテニス選手である。クーパーは、 父親の指導で10歳からテニスを始め、1954年から四大大会に出場し始めた。1955年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップのオーストラリア代表選手になったが、最初は出番のない控え選手だった。1957年、クーパーは、 地元開催の全豪選手権男子シングルス決勝で、左利きのニール・フレーザーを6から3、9から11、6から4、6から2で破って初優勝した。この後、全仏選手権男子ダブルスで、マルコム・アンダーソンと組んで優勝したが、ウィンブルドン選手権と全米選手権の男子シングルスで、決勝2連敗を喫する。ウィンブルドン決勝で敗れた相手は、 先輩格のルーホードであったが、全米選手権では当時のシード選手だった、M. アンダーソンに8から10、5から7、4から6で敗れた。1957年全米選手権から、アシュレイ・クーパーとニール・フレイザー組の4、大体会男子ダブルス連勝が始まる。1958年は、クーパーのテニス経歴の最盛期であった。全豪選手権男子シングルスでは、 前年の全米決勝で敗れた M. アンダーソンに接続し大会に連覇を果たす。しかし、全仏選手権の男子シングルス準決勝で、クーパーはチリのルイスアヤラに11から9、6から4、4から6、2から6、5から7の逆転で敗れてしまう。先に、クーパーが2セットを取ったが、第3セット以後をアヤラに奪われ、この大会だけは、 シングルス優勝を逃してしまった。続く、ウィンブルドン選手権では、男子シングルス決勝で、フレイザーを3から6、6から3、6から4、13から11で破って初優勝を決めたが、彼と組んだダブルスで、連勝記録が止まった。クーパーとフレイザーは、男子ダブルス決勝で、 スウェーデンペアのスベン・デビッドソンウルフ・シュミット組に4から6、4から6、6から8で敗れ、4大大会4連勝の快挙を逃した。最後の全米選手権は2年連続で、クーパーと M ・アンダーソンの決勝対決になった。クーパーはアンダーソンを6から2、3から6、4から6、10から8。 8から6の激戦で振り切り、1958年度の4大大会年間3冠を獲得した。この後、クーパーはプロテニス選手に転校し、ミスオーストラリア優勝者のヘレンウッドと結婚した。テニスの歴史において、オーストラリアの選手たちが大半のビッグタイトルを獲得した黄金時代は、1950年代の初頭に幕を開けた。 その先陣を切った選手が、四大大会総計22個のタイトルを獲得した、フランク・セッジマンであり、その後に、ケン・ローズウォールとルー・ホードが続いた。クーパーは、フレイザー、エム・アンダーソンなどと並び、ローズウォールたちに続く世代の選手として活動した。彼らの後に続いて登場した選手が、ロイ・エマーソンや、ロッド・レーバーなどである。彼らは皆。 当時デビスカップオーストラリア代表監督を務めていたハリー・ホップマンに鍛えられた世代の選手だった。クーパーはその黄金期を彩った名選手の一人として1991年に国際テニス連動入りを果たしている。2020年5月22日正去83歳没。ABC テニス4大大会年間3勝クーパー氏死去。 83歳、スパニッキーアネックス、スポーツ日本新聞社、https、www、スパニッキー COJP、スポーツ、ニュース、2020、05、23、記事、2020万 523S000280007000 00、Chtml2020 年5月23日、閲覧。ありがとうございます。